皆さんもザリットです、今回ですね、もう一時はダメかもしれないとも思いました。今期2023年夏アニメ開幕前、ほんとトップクラスに注目されてた、もう一番期待されてた新作と言っても過言ではない、あの作品放送ね、1話終了直後からめちゃくちゃ賛否分かれました。むしろ批判意見も結構あって、ね、画面用意するだろう、ここにそんなこだわるのかとかね、いう声もある中で僕自身はめちゃくちゃ推しました。ただ、だんだんとね、その設定に違和感を持って、さすがにこれやりすぎなんじゃないかと、ね、一時は応援隊をね、抜けます、降りますみたいなね、発言もした中で、ここに来てついに評価がめちゃくちゃ上がってきた、あの作品について。話していきたいなと思いますが、皆さん、なぁと思いますか。今回ね、その作品の10話はね、今放送されてますんで、そちらの正直すぎる感想、一切忖度のない感想をいつもらっしゃいまして、コメントをありで話していきたいと思います。ということで、今回話していく、今評価を爆上げしてきている、今季開幕前トップクラスの注目度を誇っている作品、それが、こちらでございます。メガネを忘れた女子高生がぐいぐい来るスキメガはい、どうも、リクトです。という、こうね。いや、前期ね、この事情を知らない転校生がぐいぐい来るっていうめちゃくちゃいいラブコメやってたんですけれども、また今期もいいラブコメ来たぜというところで、好きな子がメガネを忘れたでございますというところで、ほんともう、事情を知らない転校生版にぐいぐいぐい来るね、ヒロインちゃんという感じなんですが、ならないじゃないですか。まあ、最近ね、僕の元にも、まあ、よくスキメガのね、感想が届きます。めちゃくちゃいいと。たまらないです、リクスさん。ほんと面白くなってきてますね、と。で、そんな声がある一方で、正直、まあ、僕自身もね、毎週配信人気とかいろいろやってますけど、海外評価はね、高いんですよ、この作品。結構トップセレブぐらいに入ってるね、サイトもあったりっていう中で、もう配信人気も全く出てこなくてですね、まあ、完全にやっぱもう開幕前が本当もう一番の注目だったのかなっていうね感じで、正直かなりね、リタイアしてしまった人も多い作品かなっていうのは思いますけれども、まあ僕ここまで見て10話まで見て、もう正直めちゃくちゃ面白いなって思ってます正直めちゃくちゃ面白いなっていうふうに思ってますし、もうたまらないですね、マジで。うん、もう尊さマックスっていう感じになってきてまして、結構ね、この作品って本当、まあ好きな子がメガネを忘れたというと、まあ、タイトル通りね、メガネをもうミエちゃんってヒロインがめちゃくちゃ忘れてくるんですよ。まあ実質的にはアニメではっていうか、まあ原作の漫画でもそのメガネを忘れた時しか描いてない。でも10日に1回ぐらい忘れてるらしいんですけど、はい、っていう中で、まあ、描かれていく作品なんですけどね。ほんと毎回メガネ忘れてくるもんですから、僕も最初はもちろん別に新鮮味があってね、もう可愛いし、やっぱメガネを忘れるがゆえになんか多分金額色入っててしかもね。で、すごいなんか、その小村くんっていう主人公と、なんかものすごい距離感を間違えてる。ある種アハレンさんとかみたいなね、感じで、ちょっと距離感バグ系ラブコみたいな感じのところから始まっていくこの作品なんですけれども、まずね、やっぱそのメガネを忘れてくる設定をあまりに徹底してくるもんですから、まあ、正直僕はやっぱこれメガネを忘れすぎなんじゃないのっていうことがね一時は、まあ、言うこともありましたし、まあ、やっぱ結構ツッコミどころはね、正直序盤からあって、まあ、かなりやっぱ正直このメガネを忘れてくるっていうと、周りにもね、まあ、結構その小村くんに助けてもらったりとか、ちょっと迷惑をかけちゃったりとかっていう場面もあるもんですから、それがどうなのかみたいな、好きになれないみたいな行為もあったんですけれども、これがね、もうどん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 もう愛おしくてたまらなくなってくるっていうラブコになってまして、でこの作品ってね、こういうタイプには珍しくて、めちゃくちゃね、こう進展があるというところで、そのね、なんかこの心がなんか、なんて言うんだろうな、その近づいていく、進展していく様がもうたまらないなというのをね、思っておりまして、はい、もうどん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 またハマってきているというところで、まあここ最近の特に9話10話ぐらいがもうめちゃくちゃいいなというところで、でやっぱこの作品ってどうしてもその、まあ、みえちゃんと小村くんで主人公とヒロイン、まあラブコメですからね、注目されがちなんですけど、友達もね、なかなかいい味出してるっていうところでね、うん、そういう面においてもね、まあ、オープニングもエンディングもめちゃくちゃ好きなんですけども、てかオープニングのさ、てててててれてててててれてれれれてててれれれれれって、あのオープニングで、これさ、ネイムね、
千鶴さんってさ、あのなんか YouTube とかで活躍されてる16歳の歌い手なんですか。僕びっくりした。調べて、いやこれ千鶴さんめっちゃいい歌だなと思って、オープニングが結構動きすぎとかね、やっぱ画面が当初からものすごい、やっぱご飯つの最初1話めちゃくちゃ力入ってたんで、あのすごい動いて、これどうなのみたいな意見があって、僕は正直これなんかラブコメでもこんな動かしてくるのが逆に僕はすごいなとか斬新でいいなって思ったんですけど、まあそこで賛否分かれたんですけど、まあ画面はもう全然見やすくなってます。まあこれは2話とか3話の時点ですでに話してたことだったんですけど、やっぱこのみえちゃんと小村くんとかのその関係性の変化がどんどんいいし、やっぱそのまあ距離感がまあいろんな出来事があって変化する中で友達もいいアクセント出してるっていうのはやっぱほんとこの作品だと思ってて、でやっぱ何はともあれもみえちゃん可愛すぎるっていう。で小村くんで主人公はもう気持ち悪いんですよ。気持ち悪いぐらいみえちゃんの方が好きでね、なんかやばいんですけど、でもそれがなんかまたいい、なんかその二人のハーモニーを奏でてるというか、いう感じがするんですけどね。で、まあオープニング、びっくりしました、これ調べたら。16歳の人は、ね、めちゃくちゃ僕好きなんですけど、あのオープニングで。エンディングはね、あの、大石さんが、てててれてん、べべべれべん、てててん、ねえねえ、つかずいてってで見えなくて、てれれ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 れってあの、メガネをね、忘れた、メガネゴーランドっていうね、メガネゴーラウンド、ゴーラウンドっていうね、小村くんと三重さんと大石正義さんで、これ正義がメガネを忘れたってスペシャルにとかなんかなってる。めちゃくちゃいいですよね、エンディングもっていう中で、まあ、当初からやっぱハマってた作品で、まあ、おすすめしてたらなんかあの全然ダメだろうみたいな、もう僕もうへこんでたんですけど、もう本日開幕からいきなりへこむっていう、めちゃくちゃ押した作品をボロカスに言われるっていう、めちゃくちゃ、ね、テンションを落としたのを今思い出してるんですけど辛いっすよね。ね。辛いっすよね。自分が押しまくってる作品がもうボロカスに言われるっていかに辛いかって思ったんですけど、まあ、やっぱこう、まあ、でね、まあ、いろんな意見を見ながらね、まあ、僕も見てましたけど、でもこうなんだってね、別にストーリーがないって言われてもストーリーここはいいんだって思いながら見てたけど、やっぱあまりにちょっと正直無理があったというかね、うん、だんだんこう、もうあまりに徹底してみたら忘れすぎるもんですけど、こう大丈夫なのか逆にこのみえちゃんという子はっていうね、なってきた中でやっぱまたそれを挽回していく。ある種それが本当にもう強みになっていくというかね、うん、ここまで徹底できるっていうも見せ方になってくるっていうのがやっぱある種面白かったし、やっぱこのラブコメとしてね、まあ、やっぱ前期で言うと僕の頃のやばいやつ、当初やっぱそんなに序盤はねめちゃ評価されてたわけじゃなかったですけど、後半どんどんもうブーストひたすらもう爆発的に面白くなったことによってめちゃくちゃ評価が高まってね、超人気になりましたけれども、まあ、スキメがねやっぱその序盤で多分あまりに多分評価がバンと落ちすぎた影響でね、なかなかこれが見るって人は少なかったと思うんですけれども、まあ多分確実にねこう多分見る人も増えてるとは思うし、こう面白さがどんどん本当、まあ僕やばじゃないですけど、めちゃくちゃ上がってきてるっていうところで見てほしいっすね。まあただですね、今期ちょっと盛り上がりに欠けるところがねあるんで、まあそれゆえにね、やっぱそもそもアニメは見てないよとかいると思うんですけど、スキメは多分途中でリタイアしちゃった人とか、これ見た方がいいです。これめちゃくちゃいいっす。はい、たまんないっすねこれ。うん、でやっぱラブコメとしてね、こうどんどん面白さが上がっていくっていう作品はね、やっぱ本当に最高だし、やっぱ評価すべきだし、絶対見てほしいなっていうのはすごい思ってるんで、うん、めちゃくちゃいいっすね。はい、もう和歌山しおんちゃんだな、やっぱな。うん、ねえ、っていうところで、まあ最近はね、あのサイレントの役でね、なんか笑いに、七星の役で笑いになりましたけれども、ねえ、やっぱ和歌山しおんちゃんがね、もう最高だなと思いながらね、みえちゃんの声やっててね、はい、っていうところもあるんですけど、いいんじゃないですか。はい、もうめちゃくちゃ楽しんでますし、うん、まあやっぱね、こう評価は上がってきてる感じはするし、もうすごいいいっていう声はあるんですけど、やっぱ見てる人がね、やっぱそのなんか前期で僕山みたいな感じでバンバンって加速的に増えてるかって、やっぱ正直全然そうではなくて、やっぱこう配信人気とか見てもね、まあ、かなり厳しいなっていうのは思ってるんで、まあセカンドだけね、開幕前注目されてたわけですから、まあ1話だけ見たとかいう人いるかもしれないですけど、まあ、ぜひね、俺改めて見てほしいって僕は思ってますし、見てる人とかね、まあ、もうちょい見た人知ってる人絶対見ましょう。うん、でも、見てる人はもうめっちゃ楽しんでると思うんで、やばいっすよね、マジで。うん、っていうところで、はい。いやー、いいんじゃないですか。はい。いいと思います、本当に。うん。で、まあ、なんかこう、最終的にこうなりそうみたいなのもあるんですけど、ワンクールでかなりいい感じで終わるんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味でもすごいね、僕は楽しみに。したいと思ってますけど、メガネヒロインっていうね、なかなか出てこないですよ。うん、っていうキャラで、メガネをめっちゃ忘れてくるんで、結局メガネヒロインなのかみたいな感じありますけど。いいですね。はい。なんか、アハレンさんの、なんかギャグをやっぱ減らしたバージョンってバージョンなのかな。まあ、よりなんかラブコメっていうか、恋愛になんか重きを置いた作品なのかなっていう感じはしますけれども。うん。本当いい作品というかね、まあ、前期だったね、事情を知らない転校生とか本当にラブコメあってね、まあ、やっぱ見事埋もれちゃったね、前期は本当に僕ヤバとか山田君強すぎちゃってねっていうのはあったんですけど、まあ、今期もね、やっぱラブコメはかなり強い、クールだと思いますけども、堀宮とかね、カノカリとかビッグタイトもある中ですけれどもね、
うん、スキメガこれマジで見てほしいなというところで、まあ、ちょっと今回、まあ、10話まで、ね、進んでますけれども話させていただきました。ここまで来てね、こうまだまだこう面白さを上げているというところでね、はい、いやまず最高だという話でございました。はい、というところでね、ネタバレなしの感想を以上としまして、ここはネタバレの感想というかね、入っていきたいと思います。ネタバレでご注意くださいというところで、まあ、ネタバレの感想としてはネタバレでご注意くださいね、うん、としては、まあ、やっぱ小村くんと三重さんの距離感がどんどん近づいてくるっていうところで、やっぱ前回の話とかめちゃくちゃやばかったよね。まあ、校外学習の中で、まあ、その他のメンバーでね、なんかその恋しちゃったんだよっていう、なんかそのある、まあ、クラスメイトの子に恋しちゃう子が出てくるわけなんですけど、それとなんか、みえちゃんが思うに、小村くんってなんか一緒じゃないのって、なんかその恋してんじゃないの、私のこと好きなのかなってなってくるんですよね。で、そのなんかね、あ、多分きっと私も同じだって、なんかこのさ、めちゃめちゃエモかったよ。9話のなんか引きとかのものすごいそのシーンが良かった中で、まあ、今回第10話で、めちゃくちゃグイグイ行くんですよね。もう自分の恋心に気づいたみえちゃんがもうなんかメガネをなんか忘れた日はなんかもう絶対こう近くで見たいみたいな、もうなんかもうどんだけ好きなんよみたいななんかそれもないところからね、距離感バグってたところはもう自分からさらにこうバグりに行くっていう、もうあえてメガネ忘れとるんかぐらいの勢いで、出てくるっていうところですね。本当、やっぱ一時は本当、マジでね、メガネ忘れすぎなんじゃないかっていう、もうリクさんこれ、この先向いてないやつ間違いないです。それメガネ忘れてくる作品でメガネ忘れてきすぎって言ったら終わっちゃう。っていうところは言われてたんですけども、まあ前回とかもう正直僕感動しちゃって、サブジャンが話してたんですけど、ドナシのメガネが出てきたんですよね。もう予備のメガネを持ってきてるのに、それはドナシのメガネを持ってきちゃって、メガネ実質的にドワリのやつは忘れたとかいう展開になりましてね。もうちょここまで徹底して忘れてくるんだみたいな。予備用意しても忘れるんだみたいな。なんかもうある種ここ感動しちゃったんですけどもう徹底ぶりというかね、うん、っていう中でやっぱこのまあそのメガネももちろんそうなんですけど、やっぱこのみえちゃんの気持ちがの小村くんに傾いていく様子っていうのがすごいいいし、で小村くんはまあ今回の10話とかすごい色濃く出てましたけど、みえさんがまさか俺のこと好きなわけないんだって、僕のこと好きなわけないんだっていうなんか勘違いしまいする、やっぱ一番恥ずかしいっていうかね、なんかやりたくないですね、恋愛において自分が俺あれあいつ俺のこと好きなのかと思って勘違いしちゃうの一番痛い辛いやつ、あとから。うん。なんで、小村君の気持ちもすごいわかるわけ。みえちゃんめちゃくちゃ可愛いわけですからね。うん。っていう中で、やっぱこう、まあ、みえちゃんはね、それもみえちゃん視点から見たら、それは小村君好きなの全然当たり前とか、まあ、全然自然のことで、だってあんだけ自分を支えてくれるね、キャラだし、よくしてくれるし、自分の方ももちろんよくも思ってくれてるし、うん。っていう中で、まあ、完全に距離感がおかしくなってしまったみえちゃんっていうのはまた良かったし、で今回で言ったのツインってじゃんね、あのソミヤさんがなんかまた良かったし、あのソミヤさんと絡んでちょっと嫉妬しちゃうみえちゃんとかうおいってなりましたよね。うんっていうの思ったし、あの樋口さんもね本当よくなんか友達がまたいいんだな、うんっていうのは思ってね、なんか一部界隈ではねなんかもうねNTR みたいな展開期待してる人らしいですけどはい、まあっていうところでね、うん、であとやっぱ東くんっていうねあのキャラもいいですよね。うんっていうところでやっぱ友達も非常にいい味出してくる中で、うん、やっぱこの距離感がバグってしまったもうもう距離を測れないみえちゃんとやっぱこうね勘違いしまいって必死なね、うん、キモキモの小村くん、うん、もうなんかもういいっすよね。はい、もう本当ハーモニーがたまらないなっていうふうに思ってますし、でもここまで距離感が近づいていく中の10話っていうところで、まあ、まあ正直最終回これ付き合うかもなって思ってますね。うん。てかまあ、まあ、最終的には付き合うんでしょうけど、なんかそのワンクールでどうなのかってところなんですけど、まあ、多分ここまで行ったら区切りよく終わんじゃねえかなっていう、まあ、付き合って終わるんじゃないかなって僕は思ってるのが、まあ、正直なところでですね。まあ、そういう意味でも、やっぱラブコメってある種の付き合うまでがピークとも言われがちで、まあ、まあ、いろんな作品で、まあ、最近なんかね、もう本当、まあ、僕も結構本当付き合うまでがピークと思ったけど、まあ、終わる作品多いですよ。やっぱラブコメだと付き合ったら終わるみたいなね。うん。あ、切っちゃったら終わるとかね。まあ、そういう作品が多い中で、まあ、ほんとね、めちゃくちゃ難しいですけど、付き合ってから面白くする。でもそういう先もあるんですけどね。うん、そういう先もあるんですけど、まあ、アニメワンクールでね、そう付き合ってからその先までやるっていう先もまずないですから。っていう意味では、まあ、ここまでで隙目が、うん、めちゃくちゃ綺麗に描けるんじゃないかなとも思ってますし、だからこそね、より押させていただきたいなというふうに、思っていただいて、思っている感じでございます。本当評価は、まあ、すごい上がってきてますし、まあ、僕自身の中でも、どんどんハマってきている。うん、ここに来てまたね、再びこう、ハマれたっていうのはすごい良かったと思ってますし、こうやってまた面白さが、まあ、トーツさが上がってきたラブコメ、うん、たまんねえんじゃないですか。みえちゃん、可愛すぎるなと。はい。というところでね、まあ、最近はね、無職テニスのフィッツ先輩が可愛すぎるというところで、笑いによく上がってますけど、やっぱみえちゃんも、可愛すぎるというところですね。まあ、ぜひね、ラブコメ好きの人はまず見てほしいし、なんだこの好き目が、画面動きすぎだなとか、なんか、メガネ忘れすぎだな、設定無理があるな、こういう人、
見てみましょう。どんどん加速的に面白くなってるなというのでございます。はい、ということで、今回はね、あのメガネを、ね、忘れまくってくる女子高生、スキメガの話は以上となります。ご視聴最後までありがとうございます。ぜひね、見られたらね、感想などどんどんコメント、いただけますと嬉しいです。またね、今期ね、まあ、残り今最終、まあ、いよいよ終盤戦突入というところでございますけれどもね、いろいろと感想動画とかランキング動画とかまた上げていけたらと思いますので、ね、ぜひこの機に、チャンネル登録動画も、スキマスさん嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としております。最後までご視聴ありがとうございました。